ハンターコートは日本のプロバスケットボール選手、東京都出身、ポジションはポイントガード、B3 リーグトライフープ岡山に所属している。幼少期からバスケットボールだけでなく、サッカーや野球、そして陸上競技など幅広くスポーツに取り組んでおり、本格的にバスケットボールに打ち込んだのは高校からである。米軍横田基地内の横田ハイスクールのエースとして、 活躍しており、高校時代に U-19 日本代表候補に招集されている。2017年7月に広島ドラゴンフライズに入団し、2017から18シーズンは29試合に出場した。2018年6月に横浜 B コルセアーズへの移籍が発表された。12月2日に行われた第94回天皇杯全日本バスケットボール選手権。 大会2次ラウンド、千葉ジェッツ戦において、左膝を負傷し、左膝前十字靱帯断裂、同内側足腹靱帯損傷による、全治6ヶ月の長期離脱が、クラブから発表された。2020年2月27日に、負傷のリハビリに専念するという理由で、横浜 B、コルセアーズからの対談が発表された。2021年9月4日に、 B さんトライフープ岡山との契約が発表された。ありがとうございます。